はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は買い付け NG もしくは買い付ける際、そして販売する際にものすごくリスクやデメリットのある商材の紹介動画シリーズになります。今までの動画については関連の再生リスト下に貼っておきますので、よろしければ合わせてご確認いただければ幸いです。今回の商材はこちらになります。これ一体何だと思いますか？開いてみればすぐわかると思うんですが、じゃん、足つぼマットですね。この足つぼマットに関しては、少なくともアメリカだと買い付けて販売することが NG、 やめといた方がいい商材になります。100均とかでも竹踏みみたいなものが売ってたり、手のつぼ押しみたいなちっちゃな機械、器具みたいなものが売ってるので、別にこんなもん買い付けたっていいんじゃないかって思う方もいらっしゃると思いますし、中国のアリババでも健康器具で調べると、こういった足つぼマットって5万と出てくる、全く同じ商材をリサーチされた方も今までいらっしゃると思うんですが、この商材は NG になります。それに関係しているのがアメリカ食品医薬品局、通称 FDA と呼ばれる機関になります。簡単に言えば医療関係、健康美容関係、そして我々の身体に危害を及ぼす恐れのあるような商材を取り締まっているような機関になるんですが、この足つぼマット、よく考えてみると、ここを踏めば健康になりますという健康に関する商材になるわけですね。このツボを刺激すれば目が良くなるだとか、このツボを刺激すれば胃腸が良くなるだとか、医療的な効能を謳うような商材と言えなくもないです。正直日本だと扱うことは問題ないかもしれないですが、アメリカっていうのはこういった美容や健康に関する器具の規制っていうのが日本よりも格段に厳しくなっています。とはいえ、まさか足つぼマットがダメだと私も初めは思っていなかったんですが、実際に生徒さんが買い付けてアメリカで販売された際に、この商品が規約違反ということで出品停止になってしまいました。ちなみになんですが、バン、こちら小さなブツブツが開いていて、昔日本でも一時期視力回復メガネとして売られていた商材、これ実は私以前アメリカで売っていたことがあるんですが、売っで、めちゃめちゃ売れたので、1000ロット追加買い付けをして、さらに500ロット販売したところで、Amazon の規約に引っかかって、この商品、ピンホールグラスイズと英語だと言うんですが、販売することができなくなりました。近視近眼の人でも細かいブツブツ、穴を通して周りを見てみると、目の特性上、はっきりと周りを見ることができるっていうのは紛れもない事実なんですが、この商品に関しては視力が回復するっていうポイントと、あとサングラスに関してはドロップボールテストと呼ばれる対衝撃テストでしっかりと合格した証明書を持っていないと出せないという点、この2点のポイントから、ピンホールグラスイズ、ピンホールメガネを出すことはできませんよというアマゾンの新しい規約が決まったタイミングで、ちょうど私が販売していたので、その商材が全部お釈迦になってしまったっていう実例もあります。というわけで、今回はこういった足つぼマッサージはアメリカだと出すことができません、ついでに申し上げれば、こういった視力回復メガネも出すことができませんという話をさせていただきました。とはいえ、今回皆さんにお見せするためにわざわざこちら仕入れた商品ですし、足つぼマッサージ自体は日本人結構馴染みがある健康増進法といいますか、気休め程度に健康になった気分になることは確かだと思いますので、こちらは後ほど実家の母にプレゼントしたいと思います。ちなみに、せっかくホワイトボードにいろいろ書いたので、少しだけ余談で説明させていただくと、初心者の方がよく失敗する商品リサーチって大きく分けて3つあるかなと考えています。1つ目は権利関係ですね。アリババで買い付ける商品に何かしらのブランド名がついていた、そしてそのブランド名が日本で販売するのであれば、日本の J プラットパッドという商標登録のデータベースにしっかりと記載されている、保護されているようなブランド名なのであれば、それを買い付けたら権利侵害ということになってしまいます。次に、輸送などのルールや規約に引っかかる商品ですね。液体の香水だとか、電源であっても USB で給電するものだったらいいんですが、 USB で充電するものは中にリチウムイオン電池が入っていますから、リチウムイオン電池の安全規格っていうのが存在していますし、他には先ほど申し上げたサングラスだとか、あとは美容健康関係、まさに今回話している件なんですが、これらの商材を知らず知らずで買い付けて、中国の税関、通称海関って呼ばれる機関で止められたりだとか、日本の税関でストップしてしまったりだとか、販売した後で何かしらのトラブルが起こってしまうっていうこともありえます。そして最後、ここ一番重要
重要なんですが、お客様を被害者にしてしまうようなリスクをはらんでいる商材っていうのは、別にルール上、権利上は問題ない商品であっても買い付けるのは慎重になるべきです。具体的には例えば牽引ロープですね、登山する時の文字通り命綱みたいなものは、万が一耐久性がなくてブチッと切れてしまったら命を落とすことになりかねませんし、同様に赤ちゃんの抱っこ紐、おんぶ紐っていうのは耐久性が不十分だった場合、ブチッと切れてしまって赤ちゃんが頭から落下してしまう、そういった可能性もあります。さらにエアベッドですね、空気の圧力で膨らませるようなものは、その上に体重が60キロ80キロ場合によっては100キロぐらいの大人が寝転がる可能性がありますから、万が一パーンと破裂してしまったら大変です。それと同様、浮き輪も空気で膨らませるものなんですけれども、こちらに関しては海で使う、プールで使うものなので、空気が抜けてしまって溺れてしまって溺死させてしまう可能性があります。こういったリスク、どのような商品もリスクっていうのは存在しているわけですが、致命的なものなのかどうかは勘案すべきリスクであり、判別できないのであれば出さないと。危ない橋は渡るべからずじゃなくて、危ない橋は渡る必要ないよね。なぜならば中国のアリババには5万と商品があるわけですから、わざわざ危なっかしい商品に手をつける必要はないよねっていう感覚で、独学でやられている方も商品リサーチを進めていただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。失礼いたします。